皆さんこんにちは。レック専任講師の木村と申します。令和5年の測量士測量士補の試験を受験された皆さん、皆さん本当にお疲れ様でした。受験生の方は、測量会社に勤務されている方とか、あとは土木関係の方、あとは計算が好きで受験したなんていう方もいらっしゃると思います。特に測量士補の試験は、非常に幅が広いんですよね。で、そんなところで、皆さんこんな資格ご存知でしょうか。はい、ここです。土地家屋調査士という資格、これ皆さんぜひ知っていただきたいと思います。ちょっと見ていただくと分かる通り、測量士補というふうにここに歌っているんですね。これ実は測量士補の資格を持っているというだけで、非常にこの土地家屋調査士試験受験するにあたってすごく有利になるんです。なので、この測量士補、測量士ももちろんそうです、受験されて、おそらく合格しているだろうなという方は、ぜひステップアップとしてこの土地家屋調査士という資格、これぜひ検討していただきたいと思います。で、どんなメリットがあるのかというと、この受験資格というところで、ちょっとパンフレット見てみます。はい、お持ちの方はもちろん見ていただいていいんですけれども、画面でも見えますでしょうかね。はい、受験資格は制限なし、どなたでも受験できます。はい、じゃあどんな試験なのかというと、例年10月にあるんですけれども、はい、午前の部と午後の部というのがあって、基本的には1日がかりの試験になりますが、この午前の部というのは実は免除してもらえるんです。で、その免除資格という中に、なんと測量士、測量士補、これが入ってくるわけです。なので今年受験された方、もし合格していれば、それだけでもう実は土地家屋調査士の試験って午後だけ受ければいいということになるんです。これめちゃめちゃメリットです。で、実際に持ってませんよという方で、この免除資格って実は建築士の資格も入ってくるんですけれども、何もないよという方は、これは前提としてこの午前の試験を受けるんではなくて、測量士を取ってくださいということを言っています。なのでレックのこの土地家屋調査士の学習に関してカリキュラムというのは、はい、こんなふうに免除資格がない方は、これが土地家屋調査士試験の午後の部の対策です。それと並行してこの測量士補の学習もしていただくようになるんです。でも、もし今年受かっているんだったら、これだけで対策良くなるんです。そうすると、そういった方用のコースももちろん用意してあるので、はい、ここの測量士補対策がなくなりましたよね。もうこれだけでもめちゃめちゃ有利です。はい、なので、ぜひ使っていただきたい。はい、で、このインプット完成講座というのがメインになってくるんですけれども、実は土地家屋調査士というのは、測量業務、土地の測量業務もこれは業務の大きな重要な業務になってきます。なので皆さんは測量士補、測量士、これ学習したということは、その部分の知識はあるものとして、この土地家屋調査士試験の学習にも入っていけるということになるわけですね。で、この土地家屋調査士って実は、法務省の管轄の試験なんです。で、皆さんが受験された測量士とか測量士補というのは、国交省の管轄なので管轄違うんですけれども、この測量業務の知識があるということから、これは午前の試験が免除されるということになるんですね。で、法務省管轄ということになると、やはり法律も学ぶことになります。
したがって、まあ、登記に関するものがメインになってくるんですが、法律も学ぶ、そして計算もやる、そして図面も手書きで書くということになってくるので、かなり特殊な試験です、ね、ただ面白いです、ね、なのでぜひこの土地家屋調査士という資格を知っていただきたい。でこの資格って基本的には独立開業する方の資格ということになるので、まあ、将来、まあ、会社員じゃなくて自分の名前で何かやりたいっていうふうに思っている方にはもうすごく、ね、いい資格なんじゃないかなというふうに思います、ね、その上で測量士測量士法もあるよということになったらもうこれは受けない手はないと思うんですね。なのでまずは土地家屋調査士ってどんな仕事するのかなっていうところから少し調べていただければいいなというふうに思います。で少しでも興味を持っていただいたらぜひいろんなイベントを考えているのでぜひ参加していただきたいんですね。でその前にじゃあ測量士法受かってるかな、ねまあ、そういった、まあ、不安を、ね、抱いている方もいらっしゃると思うのでぜひこんなものがあります。はい、この、ね、成績リサーチというのを毎年実施していますので、まあ、こういったところで自分の成績、ね、入力していただいて、合否、ね、大丈夫かなっていうところは、まあ、ざっくりとでも確認することができます、ね、もちろん合格発表ね、来ますからそこでね確認してもらえばいいんだけれども、まあ、こういったものもねぜひ利用してみてください。で、まあ、多分合格してるなというふうにねこれ思えればぜひ土地家屋調査士チャレンジしていただきたいんです。はい、で実はこんなイベントも用意しているんです。はい、これは池袋本校限定のイベントになるんですけれども、初めての土地家屋調査士、まあ、調査士の講義に入る前に数学、そして三角定規、そして関数電卓、この土地家屋調査士試験って、まあ、すごく特殊だってさっきお話ししましたけれども、まあ、数学、これはまあ測量に必要な数学ということになります。皆さんは測量士法、ね、これ学習されているはずですから、まあ、ここはすごく入りやすいと思うんです。でその他に三角定規使って作図するとか関数電卓使うとかね、このあたりも初めての方がほとんどだと思うので、まあ、こんなことやりますよというダイジェスト版を池袋本校限定でこれ生講義でやります。で皆さん数学この部分気になると思うんですね。で測量士法の数学よりもひょっとしたら優しく感じるかもしれない。なおかつ電卓が使えるんです。測量士法って手計算でしたよね。なのでその部分は電卓がすごく、ね、わこれは電卓あるだけでこんなに楽なんだっていうふうに思えると思うんです。なのでこのよくわかる数学というのはもうテキストそのままプレゼントしちゃいます、ね、でその中でも土地家屋調査士試験午後の部の対策ではここだけは絶対必要だよっていうところをピックアップして美味しいとこ取りでやるのでぜひ参加していただきたい、ね、ただ池袋本校限定なので、まあ、どうしても、ね、来られないよっていう方もたくさんいると思うんです。測量士法の受験生って結構多いですからね。でそういった方のためにこのよくわかる数学だけズーム配信これ決めました、ね、なので池袋まで来られないという方もぜひこのズームでご覧いただきたいと思います。ね、こんなことやるんだ、あこれぐらいだったら測量士法でもやったなっていうこと出てくると思います。なおかつそれが電卓使える、ね、関数電卓としての内容は8月にこれやるのでこれもねぜひ興味があったら参加していただきたいと思います。関数電卓いわゆるサインコサインタンジェントそれすらも電卓でパッと出てくるものね、なので内容としては測量士法で学んでるかもしれないけれども、ね、これがあるとこんなに便利なんだというふうに感じると思います。で関数電卓じゃなくても通常の電卓だけでも、まあ、ここね計算がこんなに楽なんだっていうふうにこれ思えると思います、
ね、なのでここはぜひ参加していただきたいというふうに思います。はい、はい、でそれがね、この冊子はひょっとしたら皆さんね、測量士法、測量士の受験会場で、あ、もらったよ、ね、そういった方も多いと思いますけれども、6月11日、これだけズーム配信、これしますので、ぜひここはね、見ていただければなというふうに思います。で、ここで興味を持っていただいたら、7月、8月にも1回ずつ三角定規、そして関数電卓の、この初めてのダイジェスト版やりますので、そちらの方は池袋限定になっちゃいますけれども、ぜひ来られる方は参加して、していただければというふうに思います。特に三角定規の方は昨年も大好評だったのが、三角定規もプレゼントしちゃいます、ね、でどの回もテキストはもうそのままプレゼントしちゃいます、はい、なので、まあ、こういったものは無料ですからね、ぜひ使っていただければというふうに思います。はい、でいろんなイベントね、無料なので、これ参加していただいて、この土地家屋調査士、ね、ぜひ興味を持っていただきたいと思います。ね、まずは一発目、6月11日のね、よくわかる数学のご参加。これはズーム配信もしますので、ぜひ参加お待ちしています。まずは測量士法、測量士の受験、ね、本当にお疲れ様でした。まずはちょっとね、休んでいただいて、ぜひご検討いただければと思います。はい、ではこのあたりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。